それでは今日は下半身のトレーニングをしていきたいと思います。まあ、お尻と前もも内もも女性が気になる3点セットのトレーニング、ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。ではスクワットからいきます。スクワットで、今日は普通のスクワットではありません。今日はまず5回スクワットします。2、3、4、5で、次少し膝を曲げた状態で小さく1、2、3、4、5で立ち上がっての 1、2、3秒止める。2、2、3秒、これを5回いきます。で、最初普通のスクワット5回のハーフスクワット5回の3秒止めて5回、ちょっときついですけど、それでは一緒にやっていきましょう。肩幅に足を開いて、せーの、まず普通の5回1、2、3、息吐いてあげます。4、5ではハーフスクワット途中で止めて、止める、2、止める、3、止める、4、止める、5で上げ切って下で3秒キープ、1、2、3、上げる、2、2、3、アップ、3、2、3、アップ、4、2、3、アップ、ラストです。5、2、3、はい、 OK です。前ももに効いてますか？前ももです。で、結構やっぱこう速さで負荷をかけるのもすごいきついです。重りもきついんですけど、速さでもう遅くしたり速くしたりっていうトレーニングも入れると結構刺激になります。はい、では2種目目は内もものトレーニングをしていきたいと思います。ワイドスクワットを少し肩幅より1つ分広めに足を開きます。で、つま先方向は外向きで、つま先方向に向かって外へ開いていきます。そういう動き、そういう動きをしていきます。横から見てもらってお尻を少し後ろに下げて下に下ろしていきます。お尻をギュッと固く締めていきます。10回して、10回終わったら下で1、2、3、4、5回いきたいと思います。いきます、せーの、1、お尻ギュッと締めます。2、お尻を真下に下ろす、3、4、止める、前から見て、5、横向きに、6、7、あと3回、8、9、10、出したで5回いきます。1、2、3、4、5、 OK、 内もも効いてますか？あとお尻にも効いてきます。はい、それでは場所を変えて3種目目いきたいと思います。ステップランジという、前もも、もも裏、お尻のトレーニング。まずお手本で、このままステップ、着地と同時にお尻を下ろす、お尻を下ろす、お尻を下ろすという動きをしていきます。これを5歩行って帰ってくるを行きます。まあ、行ける方はもう10歩でも20歩でも果てしなく行ってください。はい、では行きます。で、まず手は腰で行きましょうか。腰で1歩目行きます。1、これで1です。2、よいしょ、はい、3で、お尻を真下に下ろす、4、真下に下ろす、5、真下に下ろす。では帰ります。ターン、はい、でいきます。1で、2、しっかりお尻に意識をしてください。3、4、ラスト、5、はい、5歩でもきつい、きつい。ちょっとね、下はもう安全なところでやってください。ここはまあ平らなんで痛くはないんですけど、これすごいヒップアップに
いいトレーニングになってます。なのでまあ全然ここじゃなくてもいいので、もうお部屋とかでできる広いスペースがあったらやってみるといいかもしれないです。はい、今日は3種目のトレーニングをご紹介させていただきました。まあ海とか最近はちょっと自粛とかで、まあ、自然とか巡ってる人多分多いと思うので、自然の中で気晴らしにこういうトレーニングをすると多分気分転換になると思います。私もたまにちょっとなんか腹筋とか軽くなんかやってこうリフレッシュしてます。ぜひ皆さんもやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。バイバーイ。